はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは。宮口です。今回の動画なんですけれども、前回のですね、モニター追加購入しましたよっていう、お話を、させていただきました。特に何もいじってないんですけど、今回はですね、今この下に置いてあるんですけども、以前ですね、使ってたパソコン、本当に昔ですね、最初の頃なんで、いくつの時だ ?24 じゃないの、もっとなの、20代前半の時なんで、もうかれこれ十何年も前ですよね、15年以上前ですよね、に組んだ、BTO パソコンって言ったらいいんですかね、の、パーツを取って、使ってるやつをですね、につけてみたいなと思ってるんですが、前回もちょこっと出しました、サウンドブラスターというですね、サウンドカードなんですけども、これちょっと今調べてみたんですね。そしたら Windows 7の今使ってるんですけど、 Windows 7に対応してない可能性があるということで、試しにやってみて、ダメなら諦めようか、元に戻そうかなと思ってます。で、その前に使ってたパソコンがあるんですけど、オンボードのサウンドはやっぱついてなくてですね、昔のやつなので、最悪それを落としてあげた方がいいかなと思ってます。なので、ちょっとですね、電源のあれ関係もありますし、あとはその PCI のですね、スロットの空きの関係もあるので、ちょっと試しにやってみてですね、つけれたらなと思ってます。では早速ですね、作業の方に移っていきたいと思います。それではですね、作業の方に入っていきたいと思います。映ってますかね。そうしましたら、サウンドカードをまずここなので、これ抜きますね。で、ケーブル、モニターのケーブルを探してみたんですけど、見つかんないっすね。どっか行っちゃったかな。で、電源関係とかちょっとあるんで、これがですね、もう最近全然見てないあれなんで、どこに何がどうつながってるかとか全然わかんないんですよね。こんな感じですかね。サウンドブラスターライブってやつです。こうやって見るとあんまり汚くないですよね。こっちはちょっと汚いですけど、ホコリとか詰まっちゃってるんで、で、この辺の配線をうまく取ってあげてですね、あと、この5インチベイっていうのかな、ここから本体外したいと思います。というわけでですね、今元に戻してます。作業をしてて思ったんですけど、メリットないよねって、わかんないですよ。わかんないです。確かに、変えた方が、いいのかもしれません。詳しい方からすると。ただですね、自分からすると、音にそこまで、こだわってないっていうのと、一番はですね、あれなんですよ。マイクの抜き差しをするのに、パソコンの背面でやるか、フロントにこのパネルね、パネルが来るんで、フロントで、ライン入力でできるようになるっていう、ヘッドホンもそうなんですけど、今はスピーカーの横にですね、挿すとこあるんで、そこからできるっていうのがあるんで、そこに関してあまりメリットがない。で、あと、果たしてつくかどうかっていうのもあるんで、言い出したらやれよっていうのは、正直なところあるのかもしれないですけど、なんせメリットがあんま感じられなかったんで、やめました。これどこに刺せばいいんだろうな。もともと刺さってなかったかな。これ電源用のケーブル刺さなきゃダメだな。
はい、というわけで今戻してます。で、まあそのサウンドに関してはですね、もっといいの出てるはずなんで、変えたくなったらそっち変えようというのが結論ですね。はい、というわけでこれはまた押し入れに戻します。はい、昔のスティックグラマーのおまけがついてくるシールちゃんとしますね。はい、こうやってね、全面映ってるかな、映ってないね。こうして映るかな。はい、全面見ると確かに便利なんですよ。ヘッドホンでボリュームここで変えれたり、あとマイクもラインがここにあるんで変えれたりするんでいいんですけど、あと光デジタルとかねできるんですごい楽なんですけど、まあはっきり言ってそこまでねメリットがあるかどうかって言われたらないかなっていうので、はい、やめることにしました。はい、一旦席に戻ります。はい、というわけでですね、今回の動画に関しましては、まあ、正直しょうもない動画になっちゃいましたけど、なんかね調べるとね、そこそこお酒なんか出てるんで、これでも全然いいのがあるみたいなんで、まあ記事じゃないですけど、別に音を今の環境でも全然悪くはないんで。まあ、サウンドはこのままでいいかなって正直思っちゃいましたね。はい、で今回は、すみません、途中で中止とします。はい、まあしょうもない動画になっちゃいましたけど、まあご視聴ですねありがとうございました。まあ、評価は多分悪い評価いっぱいつくと思いますけど、まあ、それはそれで、まあ、今後の糧にしたいと思うので、よろしくお願いいたします。あとコメントもですね、多分あまりいいコメントつかない、まあもともとついてないかもしれないですけど、すいません。はい、というわけでですね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。